で、まあ、原発事故の概要ということをちょっと話させてもらいます。というのはこの流れを何で測るかという意味合いのところでちょっと説明させてもらいます。これ先ほど言った沸騰水型の原子炉ですね。ここに圧力容器があります。でここに格納容器があって、ここのところにウェットドライウェールがあって、ここのドーナツ状の、ウェットウェール、サプレッションチャンバーっていうところがあって、ここ水が入っています。ここが圧力が高いとちょっとバルブを開けてここに蒸気を流して冷やして圧力を下げるというような目的ですね。でここのところに使用済み燃料プールがあります。これはもう多分何回も見られてると思うんですね。でご存知のように、2011年3月11日に地震が起きたと。で原子炉は制御棒を入れて核分裂連鎖反応を止めた。止めて地震が起きてシャットダウンしましたと。で核分裂連鎖反応は止まりましたと。けどもまだ中では炉心はちょっと発熱していると。それは崩壊熱で発熱していると。でそれは基本的には海水で冷やしてるんですけども、その1時間後ぐらいにこれ地震でまず外部電源が鉄塔が倒れたりして外部電源が切れたと。でその時にディーゼル発電機があるからまだ電気はあると。そこまでは良かったんです。でその後津波が来て海水ポンプ等が全部持っていかれて最終のヒートシンク、その熱の逃げ場がなくなった、電気もなくなったと。でここのところのディーゼルジェネレーターってここに置いてありますけども、このタービン建屋の中に置いてあったんですね。でタービン建屋に置いてあったのは何でかっていうと、あのアメリカ製ですからこれはね、なら彼らは津波よりもあの竜巻の方を気にしてたわけですね。なので我々のとこの環境にはちょっと合ってなかったというのが一つの原因だと思います。で津波でこれが倒れる、でこの水に浸かってディーゼル発電機もダメだということで電気がなくなったと。でそれで何が起こるかっていうことですね。で普通原子炉の場合三原則があって、核分裂連鎖反応を止める、それから冷やす、それから閉じ込めるという3つのステップを踏んで安全性を確保すると言われてました。これは3つあるから大丈夫ということじゃないです。全部やらないと安全性は確保されない。で電気出力ですけども、福島第一1号機が46万キロワットで、一番新しい6号機で110万キロワットで、これ電気出力です。でこれは熱にすると約3倍です。その原子力発電 の効率っていうのは電気にどれだけ変わるかっていうのは大体3割ぐらいです。だから300万キロワットの熱出力で100万キロワットの発電ができると、残りは全部捨ててると、排熱をしてるということですね。でそれをシャットダウンするとほとんど熱はなくなるんだけども、それでもこの数字自身がでかいのでなかなか減衰しないと。それはちゃんと水冷却しないといけないということになります。でこれ1号機なんですけど、ここのところに、崩壊熱の推移があります。これ原子炉が停止してからの日数50日100日150日と、ね、この辺にいろんな注水をしてると。でこれを冷やすための必要量、これは東電の数値から拾ってきたんですけども、一応その崩壊熱を冷やすだけの水は彼らは入れてた。途中で止まった時期もあったけども入れてたけども、本当に中に入っていったのかっていうのはね、本当にはちょっとうまいことは入ってないということが分かってると。で結果的に燃料は冷やされずに溶けてしまったということになる。で何が起こるかっていうと、まず止めました、冷やせません、閉じ込めました、ほんな中に水が入っていると。この瓶に封入された水を温めたら何が起こるか、ずっとやってたら何が起こるかって言ったら割れるに決まってるんですね。割れるに決まってると。でそれでなんかあの時の首相は弁当しなさい弁当しなさいって言ってたんだけど、なかなかそれがうまくいかなかった。
でこれ1号機なんですけど、ここに水が入ってます、ここに燃料があります。でこれ隔離時腹水器っていうのがあるんですけども、これは実際にはちゃんと動いてなかった言われてますけども、まずスクラムさせてシャットダウンさせたら、この外に通じる大きな弁、ここは閉じます。でここだけ隔離されると、密閉状態ですね。ならここで別のシステムがあるんですけど、それが全部使えなかったと。非常用の冷却器しか残ってなかったと。ならこれが動いたにしても、まあいつかここのとこは水が干上がっちゃうと。そうするとここはどん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 加熱されていくと、ね、ならここのとこで、まあこれは実際には干上がってるわけじゃないですけども、まあ炉心が露出してしまうと、圧力が上がってどっかが壊れると。壊れたら格納容器の圧力も上がってしまうと。で弁当する必要があるということですね。なので実際には外から水を入れるためには圧力を下げてやらないといけないので、開いてやらないといけないですね、この場合は。けども設計思想として電気が何もない状態でフェールオープンっていう設計をできるかっていうと、もし私がこういうシステムを組むときに電気がない状態でバルブが自動的に開くと、外界に放射性物質を、ね、任せるというような設計ができるかっていうと、やっぱりなかなかできないと思うので、ここのところを閉じると、他のバルブも閉じるという設計は本当は間違ってはいなかったんだろうと思いますけれども、やはりそのいろんなことが想定できてなかったというふうに思います。で2号機は違うシステムがあったと。この RCIC っていう同じようなシステムなんですけども、蒸気の力でタービン回して外部からの水をポンプで中に入れると。でこれは結構長く持ったんですけど、それでも同じように結局これがもう動かなくなって、中の圧力、温度圧力は上がって、でどこかが壊れると。でこれはなかなか弁当ができなかったんで、この辺が壊れたというふうな情報もあります。なので、今のその汚染には2号機のそのこういったところですねから、放射性物質が結構大量に漏れたというふうに言われていると。でここまでで何が言いたいかっていうと、ここのところでこの後ですね、溶融燃料が突き破って出てると。でそういった例えば重金属とかいうものをどうやってどこに流れていったかっていうのを測るのかというのは、やはり放射みたいなもんじゃないと測れないと。でミューオンとかっていうもので測るっていうこともありましたけども、なかなかそれはそのぼやっとは見えますけども、なかなかくっきりは見えないと。で中性子でこれを見るっていうこともやはりちょっとこれだけシステムが大きいと難しい。ただこれからのですね、安全性を高めるためにそういった実験をして、今いろんなところで解析をしてますけども、数値計算のコード、それがどれだけ正しいんだというようなエビデンスになるような実験はしないといけないと。そのためにはやはりその可視光では見えないような計測法が必要だということで、非破壊非接触の計測法が必要だというふうに私は思ってます。でまあ、事故の原因究明はまだ完全に終わってないです。昔に起こったスリーマイル島の事故とか、アメリカのスリーマイル島の事故とか、あるいはチェルノブイリの事故とか、その中を見るのにかなりやはり時間がかかると。だから福島の方もまだ燃料がどこにいるんだということは完全に分かってないと。それが分からないと本当の意味での事故の原因究明というのはできないと。で今できることはその、まあ、電源とか冷却システムの多重化多様化を行っていると。でそういうものが再稼働を認められているということですね。それからその核分裂性生物、例えばセシウムであるとかストロンチウムであるとか、そういうものが外界に出ないように一度フィルタリングをしてから出してやるということで、フィルターベントを設置するというようなことがその安全対策になるかと思います。で事故時の挙動っていうのは、まあ、大体の予測はできてるけども完全には理解できてないと。
で燃料集合体の崩壊、まあ、ボロボロボロっと崩れてくる、あるいは燃料、溶融燃料の挙動、あの下を突き破ってどうやって出てくるのかということも不明な場合が多いと。でいろんなロボットを入れたりカメラを入れたりしてますけども、途中で止まってしまうとか、あまりにも、まあ、入れないとこなのでどこにどうなってるかわからないというようなことになってると。だから詳細な核燃料の分布っていうのはまだよく分かってない、だからなかなか取り出せないということですね。でもともとこれが起こる前は高温高圧化でいろんなものが溶けたり損傷したりしているので、こういったものをどうやって測るかということをやってやらないといけないということで、ここまで原子炉の基礎と、福島の大体の話は終わらさせてもらいます。